は胸郭と胸椎のモビリティを行います。ね、ボックスもしくはバランスディスクを使いますが、もしなければ結構です。まずはこのような形ですね。ヘッドスタートです。そして、膝は頬に重ねて、そして肩と、腕がですね、一直線の状態からスタートし、腕をですね、すくうような形で、手を伸ばしていき、ここまで持ってきます。でこの時ですね、膝がこう床から離れてしまったり、膝と同士が離れてしまったりすることがないように、接触しております。ディスクを使っておきます。腕と肩が一直線になるように、そして腕をすくうような形で伸ばしていきます。